今回もドルフロキャラ解説やっていくんだぜ。今回紹介するキャラはこちら、星さんのマシンガン、M2HB さんだぜ。何かとは言わないけど大きいわね。まずは陣形効果から見ていくぜ。陣形効果は自分の2マス前方のショットガンに、火力 22% アップだぜ。一応、ショットガンの火力バフなら最高倍率なのよね。しかしショットガンの火力を上げても活用できない場合が多い。なので陣形効果に関しては、噛み合ったらラッキーくらいに考えるのがいいと思うぜ。続いてスキルを見ていくぜ。スキルは3回攻撃するたびに、4回目の攻撃のダメージが大きくなるスキルね。これは常時発動型のスキルで、このスキルを持っているのは現状3人しかいない。その中でも抜群に入手しやすいのが M2 の強みでもある。指揮官レベルを上げるともらえます。そして何より現状のマシンガンの中では最高の攻撃力、これを持って相手を一気に溶かすことができるぜ。その代わり命中はワースト1位とかなり尖っているんだけどね。ちなみにこのスキルは常時発動型なのでスキル発動のボイスは発生しない。しかしスキル発動のボイスは用意されているという。聞こうとしないと聞けない仕様。想像すると、M2HB は抜群の入手のしやすさと、最高の火力で序盤から舞台を引っ張っていけるキャラだぜ。ただしマシンガンのキャラなので消費資材はバカにならない模様。ケースバイケースで使っていこうということだな。また、命中の値がかなり悪いから、それを補ってやれば高い攻撃力にさらに磨きがかかるぜ。ショットガンなら M590、ハンドガンならキャリコや SPP1、入手しやすいところだとガバメントとかかしら。それらのキャラでバフを持っても、もともと低い命中が波に戻るくらいなので過信は禁物だぜ。ビジュアル技、アメリカンのナイスバディなビューティーレディーといった感じ。ちょっと何言ってるかわかんないですね。なんかこういうナイスバディな姉ちゃん、外国のテレビとかに出てない?一昔前のちょっとエッチなバラエティ番組とかで見たことあったりなかったり、グラビアやってても違和感ないくらいにはナイスバディだからな。ただ追加衣装もないし、重賞イラストも福ビリ差分のみと寂しい感じ。追加衣装があってもいいと思うんです。それこそ外国のモデルみたいな格好とかに合うでしょうよ。衣装の追加をお願いします。さてここからは元ネタ解説だぜ。最後までお付き合いください。M2HB は第一次世界大戦の頃から開発が始まった、ヘビーマシンガンと呼ばれる種類の銃だぜ。マシンガンでも種類があるんだね。このゲームのマシンガンは、基本的にライトマシンガンとヘビーマシンガンに分類されるものが属している。基本的には突撃するときに使うのがライトマシンガン、陣地防衛するときに使うのがヘビーマシンガンという認識で大丈夫だと思うぜ。さて、第一次世界大戦の時、フランス軍が対戦車兵器として重機関銃を使用しているのを見たアメリカ軍、それを真似しようと開発されたのがこの M2HB だぜ。そして開発に携わったのは天才重機設計師ジョン・ブローニング。傑作の匂いがする。仮正式化した後も改良と改修を重ねて、1933年に完成したぜ。そして完成後はあらゆるところで M2 が見られることになる。戦車や装甲車の機銃、トラックやジープに搭載、地上戦では陣地防衛や対空兵器に使用され、空では戦闘機用の機銃として搭載、海に出れば艦船の対空兵器として装備され、陸海空軍で幅広く使用されたぜ。ここまで来るとアメリカ軍の象徴と言っても過言ではないか。しかし50年代以降から世代交代の波が押し寄せ、後継が開発されることになる。まあ夜年並みには勝てぬと言いますし。しかし、M2 は基本設計、性能、コスパが非常に優れており、今の今までそれを超えるものが生まれていない。なので現在まで現役という凄まじい経歴を持っている。若い者にはまだまだ負けませんか。日本でも住友重機械工業がライセンス生産をしており、自衛隊で活躍しているぜ。イケル伝説とはまさにこのことか。話は変わるが、霊夢は世界最強の狙撃記録って知ってるか。1年くらい前にちょっと話題になったやつじゃなかったっけ。2017年にカナダの特殊部隊が3450メートルの狙撃に成功。今までの記録を1000メートル近く更新するとんでもない記録を出したんだぜ。その話が何か関係あるの?実は関係があるんだぜ。時代は2002年、この時にも世界最長狙撃記録が誕生した。誰が計測してるんでしょうかね。それまでの記録を持っていたのはアメリカのカルロス・ハスコック、アメリカトップクラスの狙撃手だぜ。その記録はベトナム戦争で記録した2286メートル、その時の武器は一体何だと思う?ハルタさんとか、その時使った武器は、なんとこの M2HB だと言われている。狙撃の概念が壊れる。重機関銃で狙撃とかもうこれわかんねえなぁ。どうしてそんなことが可能だったん?理由としては2つ。一つが使う弾がでっかくてパワーのある弾だったことだぜ。使用する弾は 12.7×99 の弾を使用。
しかもそれを音速の3倍の速さで飛ばす。忘れてたけどこれ飛行機とかに向かって撃ってたんだもんね。二つ目が重機関銃にしては精度が良かったことだな。だからといって狙撃するだろうか。いやしない。しかしこの戦法は歴史的にも有効であることが証明されている。アルゼンチンとイギリスの間で起こったフォークランド紛争。アルゼンチン軍は M2 を使った狙撃でイギリス軍を苦しめた。なぜ？ M2 は長距離狙撃もできるほどの高射程。イギリスが持ってきた武器では射程が圧倒的に足りなかったんだ。結果、イギリス軍はめっちゃ高い対戦車ロケットを敵陣地にぶち込み、陣地ごと吹き飛ばすことでなんとかしたんだが、発想が脳筋すぎるんだが、これによって大口径弾による長距離狙撃が有効であることが証明されたんだぜ。なるほど、ここからでっかい弾のスナイパーライフルが出てくるわけね。アンチマテリアルライフルと呼ばれる分類なのだが、それはまた別の解説の時にでもやろうか。ともかくアンチマテリアルライフルの発想を与えた M2 は、実質長距離狙撃の祖と言っても過言ではない。狙撃とは、だから今ある長距離狙撃の記録は M2 の手柄と言っても過言ではないわけだ。いやさすがにそれは言い過ぎちゃう。こんな感じだったぜ。今回は上手にまとめられたかと思います。それでは今回はここまで。よかったらリクエスト、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。